こんにちは、東京メタルシティ東メタ学習長をやっていこうと思います。今日もまたちょっとした雑談なんですけど、あのツイッターでちょっとお題を募集したら、ギターを弾くときに、その例えばギターって弦が6本あるんですけど、でコードとかって例えばこういう F っていうコードとかだと、とか C とかね、 G とかこういうコードもあれば、あとそういうテンションのついた、例えばまあ分かりやすいところだとメジャー7とかマイナー7、これもマイナー7とかいろんなコードがありますけど、それをあの弦を全部鳴らして使うということがあるかどうかとか、あとどういうアプローチを考えてやってるのかっていうところをご質問いただいたので、僕なりの、まあこれってすごく込み入った話なので、あのベーシックなところを少しお伝えできればなと思ってます。で、まあ、結論的なことから言うと、コードを全部 E だったらこういう E メジャーのコードを全部鳴らすっていうことは僕はあんまりやらないです。なんでかっていうと、まあダイナミクス的な話でもあるんですけど、これがいわば全てになっちゃう。だからこれをジャーンジャーガジャーンってやると、もう全部がピークに行っちゃうので、まあ、もちろんこれがレコーディングとかで一本そういう音が欲しい、でもこれにしたって、これあれかミスチルの終わりなき旅とかのそういうような、そのガツガツガツっていうような場合でも6本を全部鳴らすことはないですよね。こうやってメリハリがつかなくなっちゃうから、必ず役割をしてますよね。ここゴッドド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 みたいな、こういうベースライン的なものっていうのの意識、あとドドドみたいなキックとか、そういうものの中にで、そのスネアとかハイハットが入ってくるような、そういうイメージでやることが多くて、6本の弦を全部ジャカジャカジャカって鳴らすっていうことは基本的に あんまりやらないようにしてます。どちらかっつったら楽をしたいっていうか、例えばなんだろう、ありますよね、ビートルズの、これがやった時に、まあ、これシンプルですよね。 C G A マイナー F F ね、この F で C G でタタタドンってくるんですけど、これがいきなり全部、まあビギナーの方ってそういう意味ではコードを最初に覚えるから、コードのフォームっていうかフィギュアっていうんですけど、形ね、形を覚えてこうやってってやると思うんですけど、これをやると結構脳のメモリが、そのフィギュアを動かすっていうことにすごく奪われちゃうような気が個人的にはするので、これは省エネ奏法というか、
左手の形を見ててくださいね。動かさないような動きしてるんですけど、これって大体コードとかって、例えば C のキーだとこういう動き形の中に入ってるんで、案外そのボイシング的にもそんなにね、これが例えばこうやって全部ローコードだってやると、すごくその都度動いてる感じがするんですよね。なんかそれがあんまり僕個人的には好きじゃないっていうか、例えばこういう時 C のコードの時に C ドミソってなって、でこれね G の時ソー C レってなってて、で Am、 まあこっち Am7 でもいいと思うんだけどで動きをしてて、こうやって こっちはサンドサンドって動いてて、でも僕この時にどちらかって言ったらこのコードのミの音あんまり強く鳴らさないようにしてて、でファの時このファラド、こういうのがあで動きがそんなに煩雑にならないようにしてます。一つ一つの動きが大きくなるというか、コードのフィギュアに縛られて動いちゃうと結構低音痴が通りをどう作っていくかですよね。例えば前半の時にであればサビに入った後にでローコードの F がそこに入ると、その前半とその A メロとサビに入ったところですごくメリハリができるし、でまたこうで戻った後にちっちゃくで、このちっちゃいコードのフォームの動きでも大きく鳴らす、型を作れるので、必ず6本の弦っていうより ちっちゃい動きか、そういうのを意識しながらやってます。だから全部の弦を弾くっていうことはあんまりやってないですよね。鳴らすってことはあんまりやらずに、どの動きをどうやるかっていうのがを大事にしてるような気がします。あとギター的なことで言うと、そういうコンパクトな楽器の方がボイシング的に綺麗っていうことが結構個人的な考えでも、考えというかまあ個人的な考えではあるんですけど、あると思います。そんなにねコードフォームに縛られて動いてると、あんまり綺麗じゃないかなっていう。
と陽さんの花水木かな。でコードとかもなるべくだからカポ的なものを使う意識っていうかな。まあいろんなポジショニング考えらずも。まあ、曲の雰囲気とかにもよるんですけども、その時でも全部を鳴らすようなことっていうよりは、例えばこのマイナーセブンのところ、C シャープマイナーセブンのところとかも、この後こうやるんじゃなくて、結構省略した形をしてます。先にだからセブンスが来るような。サス4になるのかな。でまた次のこれリこうやってこうタッタッていけばその E のコードの サードにつながるので、だからそういうちょっとしたつながりみたいなのを少し中にちょっとしたカポを置いてるような感じというか、カポがない場合、カポがない場合やっぱこういうちょっと動きが大きくなるんですけど、少しベースラインの動きと、あとその残しておいてもいい響き、残しとかない方がいい響きみたいな感じで分けてますかね。うん、だから全部のコードをこうやってメジャーセブンにしても鳴らすっていうことはあんまりないかな。機能的なものをこうしてやるようにしています。だから、またレッド・イット・ビーの話、これからビートが出た、展開というか同じ形の中で使うコードとか、なんだろう、鳴らす弦の幅みたいなのっていうのを取り分けることは少しだけ意識してます。少しだけっていうか、いつも楽を究極的なことを言うと楽をしたいというか、でもギターの場合本当それが楽をするボイシングの方が、まあもちろん音楽とか曲にもよるんですけど、伴奏とかもやってて、歌う人とかメロディーを引き立てる時には案外その動き的にね、楽をしてる動きの方がハーモニー的に綺麗になることが多いですね。特にローコードとかでこの形のフォームのまま動いてると
すごくぶつかっちゃうし、ベースとか他のアンサンブルと、あと動きももうちょっとシビアになるっていうか、それよりはなんかギターってどちらかって言ったら合いの手的なところがあるから、まあ本当それもアンサンブルにもよるんですけど、ギターが合いの手をする時とギターが軸の時っていうとかいろいろあるんですけど、まあ特に今日はアコースティックギターの話にしようかなと思ったんですけど、アコースティックギターで例えば伴奏するとか、あのレコーディングで音を入れるとかっていう風に考えた時には、いつもそういうなるべく 6本の弦を鳴らさないように、頑張りすぎないようにっていうのをあの念頭に入れてやってます。少し参考になったら嬉しいなと思います。簡単っていうか、意識をね少しあのちっちゃい大きいっていうことと、あと時間的なものが進んでいた時にこうやって広がるか縮むかみたいな、そういうのをちょっと意識するだけで、まあ一つのねこの単純な単純シンプルなコード進行でもそれだけでも色をつけれるっていうか、欲しいことがいろいろできるので、いつもアイデアはちっちゃくまとめて、それをどう組み合わせていくかっていうのをやってみるといいかもしれません。まあ、今日はちょっとまた長くなりそうなので、この話また改めてエレキバージョンとかもやってみたいと思います。あとね、具体的なコードとかそういう曲を取り上げてまた少し解説してみたいと思います。ありがとうございました。東京メタルシティでした。エンジョイしてください。